スタイルは3対3です。7レース内から1番、2番、3番、4番、6番、5番スタートしました。7レースのスタートは嫌いました。一周1マークへ向かっていきます。5コースから6号艇の堀之内の動きはどうか。陰線から1号艇寺師はまずまず逃げを図って、内を狙って3号艇の平山、後方からは5番、6番と相次いで旋回しますが、さあここは差していった3号艇の平山がインコース1号艇の寺師を捉えて、バック中間地点では一定心半前出ました。スタートは前提正常、陰線残して1号艇寺師2番手、その後ろは5番、6番が並走で3番タラスイです。1周2回から直線コースは先頭3号艇平山、2番手1号艇の寺島、3番手は5号艇の三松で折り返しました。さあ3コースからここはまくり出して、これで4連勝ということになりますが、はい、堀之内選手は怖かったですか？はい、やっぱり伸びがすごいです堀之内選手がぐんぐん伸びてきました。はい、このあたりはご自身ではどう見てこの1マークの判断になったんでしょうか？そうですね、一瞬私も攻めていこうかなって思ったんですけど、うん、やっぱりチルドサンドの堀之内さんの伸びも良かったですし、はい、まあ1の寺島さんもスタート決めてたんで、うん、あんまり無理しないでしっかり刺そうと思いまして、うん、展開が向きました。はい、今日気圧が、ね、かなり上がりましたが、はい、調整っていうのはいかがだったんでしょうか？微調整で行ったんですけど、うん、もうちょっと回転合わせたいって思いましたね、乗ってては、うん、昨日の方がグリップ感とか、うん、乗り心地とかが良かったんですけど、うん、はい、ちょっと今日の気圧に対応できてなかった感はあります、うん、はい、その調整がしっかり合えばかなり不なしということですかね？あ、もう、はい、上位だと思います、はい、いいエンジン引けて、成績いいので最後まで頑張ります。お願いします。